デイトナビーチ国際空港は、アメリカ合衆国フロリダ州、ボルシア郡デイトナビーチにある国際空港。デイトナインターナショナルスピードウェイに隣接しており、空港北東部には、エンブリー・リドル航空大学の訓練施設がある。当空港には滑走路が3本存在する。滑走路 07L、25R と 07R、25リットルは、オープンパラレル配置されているため、滑走路の同時運用が可能。滑走路16、34は、他2つの滑走路を垂直に横断している。当空港には、メインターミナルとその東に位置する、国際線ターミナルの、計2つのターミナルビルがある。かつてデュッセルドルフからの定期便を運航していた、LCU インターナショナルは、国際線ターミナルを使用していたが、現在就航している全路線はメインターミナルを使用するため国際線ターミナルはチャーター便飛来時のみ使用している。なおサンウィング航空のトロント便は国際線だが米国とカナダ間の条約により出入国審査が不要なため国内線と同様メインターミナルを使用している。このためターミナル間の連絡手段は用意されていない。市営バスの停留場もメインターミナル東側にのみあるので、国際線ターミナルへのアクセスは徒歩のみである。1階東側出口をレンタカー駐車場に出ると駐車場の反対側に国際線ターミナルが位置し、距離は徒歩約3分である。メインターミナル1958年に完成したメインターミナルは当時のフロリダ州では近代的で安全性の高い空港として知られていた。建設当時は、現在もある売店、飲食店、バーに加えて理髪店なども入っていた。基本的なテーマカラーは、ターコイズブルーであり、カーペット、看板、壁などに用いられている。空港アクセス道路のカタリナドライブに面しており、ビル1階北側全面にバスタクシーの乗降場が設けられている。コンコースは吹き抜け構造となっており、1階中央から2階へはエスカレーターと階段が設けられている。デイトナビーチはナスカールで有名なためコンコースにはレースカーなどの関連物が展示されていることが多い。1階は出発と到着ロビーとして兼用している。1階西側はチェックインカウンターが壁沿いに設けられており、自動チェックイン機も導入されている。1階東側は南側に、荷物受取所と、ターンテーブルがあり、対面する北側に、主要レンタカー会社の受付カウンターがある。保安検査場は2階にありその手前には、待合広場の他カフェ1店、バー1店がある。検査場以南は、ボーディングブリッジを用いたゲートが、左右交互に1から6番まである。ゲートごとに主要航空会社が決まっており、2番と4番ゲートは、デルタ航空便、3番と5番ゲートは、アメリカングループ便、6番ゲートは、サンウィング航空が使用しており、1番ゲートは普段、使用されていない。ゲートコンコースには2番ゲート横に、売店、3番ゲート横にあるバーとカフェ以外、飲食店がない。他には4番ゲート横にビジネスセンターと6番ゲート付近に、展示品があるが、基本的には、待合室のチョイスが目立つ空間であり、非常に簡素なターミナルとなっている。ありがとうございます。